まも,、ね、もなく始めさせていただきます。よろしくお願いします。あす。チャイムやらせてもらいます。チャイム。うわ、なんかすげえ学校っぽい。学校っぽおー え本日は、えー、とお忙しいところ、えー、と来ていただきましてありがとうございます。えー、と私、ひのりでと申します、えーと。10年前の留学体験記アメリカ・ミシガン大学ということで、えー、と始めさせていただきますよいしょ。まず簡単に自己紹介させていただきます。えー、と僕は、えー、と研究者ですあの。摩擦の研究をしています。大学の時からずっと,、えーと まあエンジンの燃費を上げるにはどうすればいいかみたいなことをずっとやってました。はいでまあ、今回発表する内容は全然それと関係ないんですけど、石尾摩擦の研究をやっているということで、はい、よろしくお願いします。VR チャットでは、えっと、理系集会のスタッフをやっていますあの。理系集会に興味あるよという方がいらっしゃったらまた後で声をかけてくださいで。留学の経緯なんですけど、もう本当に簡単です。 えと教授にある日、昼飯食ってたら、留学興味あるって言われて、いや、ありますけどって言った瞬間に留学が決定しました。半年です。っていう感じで、なんか、ありのままに起こったことを話すとこんな感じです。本当にすごい、サクッと決まっていったという感じになります。行った場所はミシガン大学と、タイトルにも話しましたけど、ミシガン大学というところです。 ミシガン大学の紹介をまずさせていただきます、まあ。アメリカって書いたんで、アメリカにあります。で、アメリカのどの辺にあるか、うん、ミシガン、まあ、ミシガン大学ってところにあるので、ミシガン州っていうところにあります。うん、で、ミシガン州ってどこなのかなって考えると、この辺です。まあ、真ん中、右上みたいなところですかね、アメリカでいうところの。うん、で、この中に、ミシガン州の中の南側ですね。南側にえミシガン大学があります。 で所在地はミシガン州アナーバーという町ですでミシガン大学っていうのを簡単に説明すると1817年設立の公立の総合大学になります、えー、1817年なんでまだ日本が江戸時代の時から、えー、と大学としてあったということになりますで卒業生としては大統領だったりグーグルの CEO だったりしてなんか結構そうそうたるメンツが、えー、卒業している大学になります で世界大学ランキングはだいたい20位ぐらいになります。東大は35位ぐらいなので、もっと高いところに僕は飛ばされてしまったということになります。であとアメフト、まあ、アメリカなんでアメフト強いところいっぱいあるんですけど、その中でもアメフトが強いのが特徴です。で、えー、とミシガン大学所在地のアナーバーについてちょっと簡単に、えー、と位置関係だけ説明します。えー、このの高速道路、えー、とオレンジ色の線が だから取り街を取り囲んでるんですけど、これが高速道路になります。で高速道路の中のにある街がアナーバーです。で、えー、とそのアナーバーから東に40キロぐらい行くと、デトロイトという街があります。まあ、あのゲームとかで有名になった街かなと思うんですけど、デトロイトです。で、距離感的には東京と立川の間ぐらいの距離感があります。で、アナーバーから逆に西側に400キロ進んでいくと、シカゴがあります。これもご存知の方、多い街かなと思います。 シカゴの距離感としては東京と名古屋間ぐらいの距離感があります。で、そのシカゴとアナーバーとデトロイトの間に何かあるかっていうと何もないんですね。これアメリカに特徴なんですけど、都市が急に現れるんですね。その間は無の荒野っていう、そんな感じの,あの国ですあの。街がキュッて固まっていて、その間は田んぼしかないっていう感じです。はい。 アナーバーの中心地には、えーと、左下の写真にあるセントラルエリア、まあ、中心街と、文、えー、系のキャンパスであるセントラルキャンパスがありますで。セントラルキャンパスからちょっと南に行くと、右下の写真にあるミシガン・スタジアムというのがあります。ミシガン・スタジアムは、えーとえー、アメリカで最大の規模の、最大規模のスタジアムになります。えー、と10万人ぐらい入るそうです。 三重県の鈴鹿の人口が全員,全員入るぐらいの人規模感ということになります。で、えー、その北,北に目を移していくと、ノースキャンパスがあります。で、ノースキャンパスは主に理工系の学部が入っています。で、穴場の中心街ってこんな感じです。あの、もうい言うまでもないでまあ、まあ、こんな感じで、あの、そんなに人は歩いてないです。で、セントラルエリアも、まあ、こんな感じです。 で、セブンイレブンがあるんですけど、ここのセブンイレブン、まあ、日本とセブンイレブン、まあ、ロゴ一緒なんで、クオリティも一緒かなと思ったんですけど、ここで買った傘、一日でぶっ壊れたっていう思い出があります。<laughs> なので、クオリティはそんなにないかなと思います。<laughs> で、ノースキャンパス、理、え、工、ー、系のキャンパスを見てみるとこんな感じで緑が、えー、と生い茂った、えー、自然豊かな場所になっています。で、ここまで来ると、 ミシガン大学ってもしかしてこれ田舎なんじゃねえのって思う人はこれ絶対いると思うんですけど、まあ、絶対そうなんですねミシガン大学って田舎なんですねあの何もないです遊び場がないです <laughs> でなんかこう遊びてえなと思ったらそのデトロイトとかに行くかそれか隣町に行くかしかないです、まあ、ある意味研究に専念できるよというのがミシガン大学の特徴になります、まあ、こんな感じに、ね、こんなところに僕は 飛ばされていきましたでまず留学してしばらくして、まあ、困ったことがいろいろ出てきましたそれを列挙したいと思いますよいしょ、うん、主に4つ留学当初困ったことがありましたまず英語わかんねえよっていうのがまあ当然の <laughs> 困ったことですねで留学興味あるありますけどで飛ばされたんでその英語の勉強をろくにせず飛んでいったんですねなので <laughs> まあ英語わかんないよねっていう。で、当時は、当時の Google 翻訳で何とかしました。10年前なんで、10年前の Google 翻訳、そんなに精度良くないと思うんですけど、まあ、10年前のご利用しの Google 翻訳で何とかしていきました。で、次に水道水が飲めないっていう、これもまあ、日本人が陥る困ったことだと思うんですけど、日本って水道水飲めるじゃないですか。でも、アメリカって水道水飲めないんですよね、基本的に。 でそれでこうみんなミネラルウォーターとか買うんですけどそういう文化に馴染むまでにだいぶ時間がかかりましたでインド人の友達は「これ美味しいよテイスティーだ」とか言ってて飲めるんだと思って飲んだら1週間腹壊したっていう思い出がありますなので水道水は飲まない方がいいと思いますやばい、うん、インド人は基準にならないから <laughs> はいで次チップっていくら払えばいいのっていうここも 日本人の感覚ではよく分かんないとこだったんですけど結局12割ぐらい払ってましたあの普通の普段ののんか対応されたら1割ぐらいでなんかすごいいい対応してくれたらで俺の気分が乗ってたら2割ぐらい払うみたいなノリで,、えー、で最終的にチップを払ってた記憶がありますで最後公共交通機関がまあ普通に遅れるっていうここもあのー アメリカあるあるなんですけど時刻表は書いてあるんですけどあんま信用しちゃいけないと10分20分遅れるのはザラですよというのがあります、えー、日本だと公共交通機関1分遅れたらすいませんでしたって言うんですけどアメリカの場合公共交通機関10分遅れてもすいませんでした言わないんで、まあ、ここもんだろうカルチャーショックを受ける箇所かなと思いますこんな感じで留学当初困りながら、えー、と生活をしていました で困りながら一応生活をしていたんですけれどもミシガン大学で研究を行っていましたで最初摩擦の研究者ですって言ったんですけど摩擦と全く関係ないことを、えー、と研究させられていました <laughs> えっとこの留学中に工学部の研究室に所属して、えー、研究活動に従事していましたノースキャンパス、まあ、ここですねあーここっていうかえっ、ー、とこの北ミシガン穴場、えー、の北側にあるノースキャンパスの 研究室で研究を行っていました。で所属した研究室は、えー、とどちらかというとバイオ系の研究室で、えー、と研究室の目標としては血液一滴でも検査可能な、まあ、バイオセンサー、血液センサーの開発というのが目標になってますなってましたで。これちょっと10年前の情報なんで、もしかしたらこれが今進歩してるかもしれないんで、まあ、10年前の情報ということで、あのご了承ください。 えっと現行当時、10年前当時の現行の,その血液検査をするバイオセンサーっていうのはとてもでかくて、血液を大量に必要としたんですねで。その場合、健康な人から血液検査するにはいいんですけど、死ちゃい赤ちゃんだったりとか、あとはその病気のご老人とか、血液をあんま取りたくないっていう人にはあんまり適さないやり方だったんですね。なので、装置のダウンサイズ化っていうのをして、血液一滴でも検査可能にして、赤ちゃんやご老人でも えー、測れるようううななバイオセンサーを作ろっってていののが、えー、と研究室の目標となってましたで、その装置をダウンサイズ化する中で必要になってくるのが、えー、LSPR という技術になります。LSPR ってなんやねんって話なんですけど、まあ、ここ難しいんで、まあ、下に書いたんですけど、ざっくり言えば、この技術を使うととても小さなバイオセンサーは作れるようだけ覚えてください。 でこれ極材表面プラズモン共鳴という技術を使って、えー、とバイオセンサーを小さくしていますで。この技術を使っているのが、えー、とこの切リ子ですね。日本の工芸品の切リ子であったりとか、えー、とこれなんだっけステンドグラスだスステンドグラスにその技術が使われています。まあ、何,を何をしているかというとそのここにナノ粒子って書いてあるんですけどナノ粒子をダーってこう。 金属のナノ粒子をこうちりばめてそこに光を当てるとえっ、ー、と反射してくる光の波長がちょっと変わるよっていう技術ですまあふ,ふーんって感じなんですけど、まあ、その技術を使うとあのとても小さなバイオセンサーが作れるよということだけ覚えておいてください、はい、で一応昔,昔ながらの工芸品にも使われてる技術ですよということも覚えておいてください まあ、そのさっきの,の LSPR という技術で装置のダウンサイズ化をしようとしたんですけれども、小さくすると感度が悪くなるんですね。血液大量にあれば感度よく測れるんですけれども、血液1滴しかないと感度が低くなって、その病気を病気と判定することができなくなってしまうという問題があります。感度向上しなければいけないということが課題となっていました。でそこで僕が、そこで僕が、えっと、あの、 ちょっと提案をさせていただいたんですけれども、LSPR の本とか論文を読み込みまして、新形状の提案を行いました。センサー表面、従来型はそのナノ粒子、金属の,のナノ粒子がこう、バーって散りばめられた形状なんですけれども、それをその楕円体にした状態に、楕円体のナノ粒子にしてやると、より高感度になるんじゃないかっていう提案を行いました。で、どうやって作んねんって話なんですけど、もともとある球状の ナノ粒子をばらまいて、ばら撒いた後に薬品で腐食させて、えー、とこういうふうに楕円体の形にしてやるっていうやり方を提案しました。で、こうすることによってより高感度なバイオセンサーが作れるよねっていうのを提案させていただきました。提案させていただいたんですけれども行った研究はここまでになります。留学期間半年ではちょっと時間が足りませんでした。 共用の実験室を使う許可まではもらったんですけれども、ここでタイムオーバーとなってしまいました。よいしょ。まあ、難しい話はこの辺にして、いった旅行について、うん、あの説明していこうと思います。うん、えーと僕は穴場の,の,の町からワシントン DC まで、えー、と電車で旅をしました。距離にしてだいいいたキロぐらいです 1000キロを、えー、とアムトラックという電車に乗って15時間ぐらいかなかけて、えー、ゆっくりゆっくり進んでいきました。うん、で、左下の写真に座席が書いてある、あ写真があるんですけど、あの座席に乗って、えー、と旅をしてきました。だいたい新幹線のグリーン車ぐらいの大きさがあって、まあ、アメリカ人でかいんで、うん、日本人からしたら、まあ、ちょうどいいサイズかなと思いました。で座席車ででだいいいた片道 9, 円ぐらいなんで まあアナーバワシントン間が東京と札幌と同じくらいなんで、まあそれで9000円で行けるっていうのは安いもんだなというふうに感じました。で着いたのがこんなワシントン D.C. のステーションですね。まあこれがいわゆる首都の駅になります。あの質実剛健な感じでとても良いなというのが第一の印象です。ちょっと鉄道好きなんでこういろいろワシントン D.C. で写真を撮ってました。 で右にあるのがアセラーエクスプレスって言って、ワシントン DC と,、えー、とニューヨークとボストンを結んでる電車になります。これが250キロぐらいの新幹線並みのスピードを出す電車になります。これもちょっと乗りたかったんですけども、ちょっと時間が足りませんでした。で、ワシントン DC、まあ、お決まりの場所に行ってきました。えー、とホワイトハウスと,あとリンンカーン像、まあ、これみんな なんか場所を調べて行ったっていうよりかはみんながみんなワシントンのホワイトハウスに行くからそれについて行ったらワシホワイトハウスついちゃったみたいな感じですねなんかあんまりグーグルで調べずに行ったらなんかいい感じのポジションを撮れたんでこんな感じで写真を撮りましたであとワシントン DC にはスミソニア博物館といっていろんなその歴史的なあのものを展示してある博物館があります で、ここで、えー、と月の石を触ってきました。で、みんな触るんで、月の石ピカピカでしたね。で、あとはライトフライヤー号っていってあの、ライト兄弟が、えー、と初めて飛行に成功した飛行機のレプリカが置いてありました。 あとはこの飛行機関連で、うん、あのゼロ戦ですねあのゼロ戦も置いてありました、うん、まああの戦勝<ー>国の博物館なんでゼロ戦はすごいなんかけ,けなされて書かれてたんでちょっと悲しいなっていう感じでしたはい、まあ、こんな感じでいろんなあの田舎の大学に飛ばされてでなんかいろいろ研究をしてきてで旅行に行ってっていう感じで 過ごしてきたんですけれども、半年間留学して得たことについて説明します。まずこれですね、多国籍な仲のいい友達がたくさんできたっていうのが、あの一番の,あの得たことになります。デトロイトに旅行に行ったりとか、あとは寿司を握ったりとか、あとアメフト、あのアメフト観戦に行ったりしました。で寿司を握ったったてとこなんですけど なんか日本人だからお前しに寿司握れるだろうみたいな感じで呼ばれたんですね。うんうん、とんでもないステレオタイプですよね。<laughs> そんなん握れるわけねえだろうとか思ったんですけどで握って、まあ、しょうがないわと思って握った結果がこれなんですよ。うん、手前のやつですね。<laughs> 握れてねえっってててていいうう握握れれねねええでもけどなんかこれが日本の寿司かみたいな風にふーんってっすごい感心されてすごい心苦しくなりましたね。はいい寿司を握った思い出がこれにであとはデトロイト旅行なんですけれどもこれなんでデトロイトに行ったのって話なんですけどあのデトロイトのコミケみたいなのに参加してきたからなんですね。 デトロイトの中心地で、あの同人即売会やったりとか、コスプレ大会やったりとか、音楽イベントやったりする、それが24時間ぶっ通しでやるイベント、これを、えー、ヨ,ーヨーマコンっていう名前のコミケなんですけど、それに参加してきました。で、なんか、ゆっくりって書いてあるのが、あのえー、なんだっけな、東宝の講演会なんですよね、東宝とは何かについて学ぼうみたいな講演会なんですけど、 なんか「ゆっくりとは何か」とか「ずんとは誰か」みたいなことをちゃんとちゃんと説明していくすげえ面白いっていう,う「知っとるわ」っていうのをみん,でみんなこう英語でビャーって説明していくっていうそういう講演会も24時間ぶっ通しでやるっていうそんな楽しいイベントに参加してきましたはいこんな感じで仲のいい友達たくさんできました で次に日本と、えー、アメリカのいいところが何か分かってきたなっていうのが次に得たことになります。うん、日本のいいところとしては非常に発達した公共交通機関があるということとあとは値段が安くても美味しいご飯が食べれるよと500円ぐらい出せば美味しい牛丼食べれるねと、うん、っていうところで、えー、値段が安くてもうまい飯が食えるというところがいいところかなと思います。あとはまあ皆さんご存知かと思いますけど日本は治安がまあ非常にいいと。 その銃撃戦とかは起きないよねというところで、あのー、日本のいいところがこんな感じで分かってきたなと思いましたで逆にアメリカにもいいところあるなと思いましたで、まあ、ちょっと大学に行ってたんで大学ベースのいいところなんですけれども大学の授業でまず誰も寝てないですねその代行技型の授業であっても誰も寝ずにみんなノート取ったりとかパソコンカタ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 させたりとかしてて非常にその授業態度がみんな す素晴らしいなと思いました。で、あとは、えー、と学生やあと一般の人たちが政治や科学のトピックについて熱心に議論してるんですね。その僕が行ったとき大統領選挙があったんですけれども、僕はこういう理由で誰に投票する、あれに投票する、この人がいい、あの人がいいっていうのをこうみんな熱心に議論してるんですね。そんな状態って日本ではないですよね。ななんででアメリカならではの まあ日本にはない、うん、アメリカならではかな。アメリカならではの話だなと思いました。うんうん、で、あとそこの議論のところで、意見の相違があっても仲が悪くならないですね。その意見の相違があって、そのわーってすごい、なんか喧嘩かよみたいな勢いでこうみんな話すんですけど、最後はみんな握手するんですね。よいいねみたいな、うん、いいねみたいな。で、なすごい、ちょっと日本語で表現しにくいんですけど、最終的に仲は悪くならないんですよ。 そういうなんだろう意見じなんだろうな意見の相違と仲の良さっていうのを別々に考えてるっていうのがアメリカのいいとこかなと思いましたでまあこれ最後の最後のページなんですけどあとアメリカの飯は概むねまずいっていう <laughs>、うん、これこれも言ってい,とい,いときたいところですねこれまあ個人の感想なんですけど学食はまずいですあの個人の感想です であと大学で売ってる寿司はぬるくてまずいんですよね個人の感想なんですけど <laughs> あ<ー>まあなかなかまずいですね <laughs> でただハンバーガーとピザはうまいんですよハンバーガーとピザはめちゃめちゃおいしいんですね<ー>ただそれ毎日食いますかって話なんですよねうまいからっつってなかなか食えないですよねあ味変したいからまずい飯食わなきゃいけないっていう状態に陥るんですね <laughs> そこが非常に苦しかったですね <laughs>、うん であとは最後、韓国人が経営する料理屋さんは美味しいです。まあ、文化が近い、まあ、韓国料理美味しいですからね、韓国料理美味しいんで、うん、韓国人が経営する料理屋は美味しいなということで感じました。あとは日本人が経営する料理屋さんは天国ですね、もうた,た,だのただの普通の日本にあるお店なんで、ただ値段が高いっていうのが難点でした。海鮮丼でで4000ぐらい取ってくるんで 非常にチップ入れて4000円が取ってくるんで非常にあのー何だろう日本人が経営する料理屋に行くときにはお金をたくさん持っていかないといけないなという感じです、うん、はいまあいろいろあるだろうけど留学はいいぞっていうことでここで締めさせていただきますはいありがとうございました、うん